皆さんこんにちは。わあのね、はい、TikTok って知ってます？ TikTok 知ってるわ。なめんなよ。やってるから TikTok。 ちょっと前から流行ってるアプリなんだけど。いやいやいや、だいぶ前だよ。あのね、 TikTok でバズった商品を手に入れました。あら。珍しく珍しく、しかもだいたい1年前ぐらいにバズったらしい。おっせー手に入れんの。そうなんです。でもすごいんですよ。なんだろう。こちらですよ。じゃん。え、テリーズチョコレートオレンジダーク。チョコ、これチョコやねんけど、なんでバズったかっていうのがこの食べ方にあるんですが、裏を見てください。食べ方これ見える？シール面を上に向け軽く叩きつける。シールを剥がしチョコレートを揉みほぐす。揉みほぐす。ラップを広げお召し上がりください。え？っていう、どういうこと？あのね、これがわかりやすいかな。このオレンジのね、形のチョコやねんけど、割るとこうなるっていう。え、本当にみかんみたいになってるってこと？そうらしいのよ。鬼バズり。鬼バズり。へえ。それを TikTok で見た時にそんなになった。やってみたい。すごいな。影響受けやすいから。そこネットで見つけました。でカルディに売ってるらしいねんけど、カルディに行って店員さんに聞いたら、バレンタインの時にはありましたって言われて。あ、そうなんだ。そうだから、ちょっとお客さん惜しかったですねって。人気商品なのかな。人気商品、もう置いてなかったもん。だからネットで買いました。はい、はい、やる？やりたい。でしょ、おもろいでこれきっと。次だし。胸元アメリカン？何つめかた。腹立つな。何が胸元アメリカン？アメリカンじゃないよ。よし、はい、じゃあ開けましょう。はい、これはね、香りがすごいさ、もうもはやオレンジ。うわ、すごっ。ね、オレンジチョコの香り。 あのさ、オレンジをさ、そのままあのドライオレンジみたいなチョコまとってるやつあるでしょ。あるね。あれみたいな匂いする。あれ好きなんですよ。あれ美味しいよね。え、みかんが入ってるわけじゃないの、これは。みかんに模したチョコやね。あ、じゃあみかんは入ってるわけじゃなくて、匂いと味だけってことかな。そうかな、エキス？あ、ないね、材料は。みかんは香料って書いてある、オレンジ。あ、香料か。香料だ。シールの面を叩きつけるってか。ここはシール、シール面を上に向けて。あ、こうね。叩きつける。今トイレ昼寝中だからさ、この衝撃で起きるかもしれん。よし、やっていい。いいよ。やりたい。いやいや、いいよ、やりたいでしょ。うん、やりたい。これやりたくて買ったんでしょ。うん、いいよ、いいよ。やらなきゃって。いいですか。いいですよ。結構強くて。え、結構強くて、軽く叩きつけるって書いてあるけど。え、ストレス溜まってる。じゃあ、いくよ。せーの。めっちゃいったじゃん。え、でも割れてる感なくない？割れてる感ない。え、これ割れてなかったら開けた時残念な気持ちになるね。確かにね。ちょっともう一回やって。え、でもやりすぎて下の方砕けてない。あ、割れてる気がする。そう、うん。え、これで割れてなかったらどうしよう。それ残念。さすがに割れんだろ。あ、すげえ。すごいね、すごい。ちょ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 、ティリ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 。何これ、珍百景の。ジェーン。うわ、すげえすげえすげえ。割れとる。ほら。ほらほら。しかもさ、めっちゃ模様ついてる。すげえ。見える？おもろ。ちょっと待って。ほら。すごい。すごい。あ、裏はないわ。あ、口だけ。ここくっついてる。あ、こっちくっついてるわ。あ、いいね。手でやるのも楽しそう。うん。え、
この側面がさ、手でやるの楽しいわ。側面がほら、なんかボコボコってみかんの皮のさ、このシワみたい。見てください、これ中心、うわ中心こうなってるんですね。わかりますか、このほら中心の部分がこうあって、こっからこうペキって剥がれるんですよ、これ。ほらはい、ほらほら、これさ、ちっちゃいみかんみたいな、ね、これそう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 、ちっちゃいみかん、あのついてた楽しい当たりのやつみたいなね、これ。これで、なるほど、こうやってくっついてるんだ、接着剤みたいな感じのチョコだ、それ。これ楽しいね、楽しい。いやこれさ、 TikTok で見た時びっくりして、はーってなって、パラって、そう、あー、そらしいよ。味もどうやろうね、うん、いただきます。いただきます。あ、あ、おいしい、おいしい、うんうん、あ、うん、ビターだね、うんうんうん、ビターチョコだ、うん、ほんまにあのオレンジピールのさ、うん、あれみたいね、うん、うん、おいしいね。これは大人向けの味ですね、うん、うん、これちょっとお土産にもらったらめっちゃ嬉しいな。確かにテンション上がるね、ね、うまっ。あ、おいしくてよかった。さっきちゃん好きそう、うん、あんまり、うんうん、俺はちょっとあのアメリカの子供が喜びそうなやつ好きだったさ。甘いのな、うん、生クリームチューブで飲むもんね、うん、あ、コーヒーと食べたら美味しい。あ、確かにね、うん、甘いコーヒーね、え、苦いコーヒー甘い甘いになるやんか。うーん、美味しい。これパズルみたいに戻したくなっちゃう。あ、わかる、戻すと、これなんてさ、戻すわ、ギュッと。あー、ダメだ、もう戻せない、完全な球体にはなれないんだ。で、食べたからな、うん、うん、逆再生し、編集で、それで遊んどき。あの、以上です、今回は。これ以上何もありません。もうこれ以上ないわ、この動画は。短い。終わり終わり。そら TikTok やわ。YouTube じゃないわ。もうやることない。ない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 。食うだけ、あと。うん、でも味の感想も言うたし、終わり。ああ。いいね。子供喜ぶよ、これ。ね。割る前に一回見てみたいな。ああ。線入ってんのかな？入ってんじゃない？入ってて、要はこれから剥がれるかどうかってことだね。そう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 、割れてないんでしょ、だから。ほんまに軽くでよかったん？うん、私バーンやらへんとさ、バキってならんのやと思う。でもまあ、壊れてないよ、さっきのパンでも。うん、だからもともとだってここのさ、面がさ、こんなにさ、綺麗な絵がついてるってことはさ、うん、この面はチョコとしてくっついてないってことやん。そうだね、うん、だから一応分離した状態でこれにだけをついてるってことや、ね、うん、今度作ってよこれ、うん、レベル高。